15 years. I've had 15 years. では始まりました無敵チャンネルです。さあ今回はですね、皆様のご希望にお応えしてですね、次にナイトルーティーン、モーニングルーティーンですかっていうのをね出そうと思います。トイック満点講師のルーティーンなんですが、今は1時14分ですね、午前なんで夜食タイムですね。まあ、普通にカナダドライプレミアジンジャーエール。まあいつものことながら動画編集中です。明日出る動画。今の段階としてはカッティング編集っていうカットが終わって、テロップつけてるところですね。タイプするので手がベトベトするようなものは食べません。でもなんか物理で使ってるうちに、まあ、入り口として、ね、はい、同時に数学も楽しくなる。こういうふうに入れますね。こうやって上に入れます。感じがしました。ああ相乗効果的に、はい、そうそう、はい、現在2時13分ですね。テロップ終わったんでこれから効果音つけてきますね。再び出てきました、ありがとうございます。現在2時39分ですね。全部終わりました。サムネイルも作ったし、公開の設定もしました。明日に間に合いました。ちょっと時間がありますからオンライン会話でもしようかなと思いますね。 I saw your profile and it says like you're a YouTuber. That's right, I have a YouTube channel. Yeah, that I've had for a long, long time. 15 years I've had 15 years. YouTube started in 2005. Right. And I started my channel in 2006. I have almost 10,000 subscribers. Mm-hmm. I guess just by luck. Why, are you a YouTuber? You have a channel? Yeah. And how many subscribers do you have? 120,000. Oh my god, oh, you're destroying me. Yeah. 面白かった、 YouTuber だった。シャワーに行きましょう。はい、寝るわけですね。今何時ですかね。今3時10分ですね。はい、ちょうどだいたい寝る時間ですね。これが。で、この寝るときにするのが瞑想、メディテーションですね。メディテーションっていうのは、まあ日本だとあんまり聞き慣れないやつですけど、アメリカでは自分自身大学留学してた時も普通にクラスにあったので、体育のね、ぐっすり眠れるわけですよ。こうね、僕の場合は誹謗中傷とかが多いので、はぁってなった時に落ち着かせてくれると。そして寝るのにね、役立つ。それで使うのが、Relook っていうやつですね。はい、アプリケーションです。寝る時の助けになるやつですね。まあ睡眠のね専門医とか精神科医のね方々が作成にね携わっていますので、朝だったら集中できるし、夜だったらリラックスして寝れるっていう感じ。まあダウンロードしてもらってお試しができますので、そちらやってみてください。でその有料プランになる前に無料プランに切り替えることもできますから。有料だとまあいろんな曲がいっぱいあったりとかで、どんなのがあるのかっていうと、まあ5分間のね瞑想とか1分間の瞑想とかね、様々なのがあったり、これほら最後まで聞けない熟睡睡眠 BGM とか、眠るのにね役立つものもあったりします。であとは自然の音があるので、それがねいいんですよ。水の洞窟とかね、めっちゃ落ち着く。無音よりも人は音があった方がね落ち着くんですよね。水だけじゃなくて火もあってね、火も落ち着くんですよね。はぁ、あ、うぐいす、すずめ。読めない。かっこかな。では、おすすめの最後まで聞けない熟睡睡眠 BGM を聞きながら寝たいと思いまーす。この寝癖がどうやって作られるかがわかるかもしれないですね。ああ、枕は使わないです。来ました。何時だ今。お、11時47分。
だいぶ寝ましたね。8時間ぐらいですね。今日は日曜日なので特に何もありません。 YouTube の仕事をするだけです。うわーあーはい。お、すごいかっこよくなってないですか、寝癖。セットしたかのようなこんな感じで僕の寝癖は生成されるんですよ。もう髪長くなったからすぐに治るんですよね。で、大体そのウバーが届くまでは仕事してることが多いんですけど、まあ何かしら、まあパソコンでやるんですけど、まあ朝はね、やっぱぼーっとしちゃうことも多いんで、再びリッドロックで集中力をね、高めるやつやってみたいと思いますね。こんにちは。こんにちは。皆さんは仕事や勉強を始めるとき、それに取り掛かる前に何かルーティーンはありますか？そうだよ。さあ、今回はちゃんぽんで、テイクアウトちゃんぽんの食べ方。ああ、そう、今日はこの寝癖がどうやってできたか、できるまでみたいなね、メインチャンネル出てますんで、そう、リクエスト多かったら、モーニングルーティーン、ナイトルーティーンのやつですね、あれが出ております。あちゃちゃちゃ、熱々熱々熱々あちゃ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 寝癖を直する時間でございます。これがなくなります。お湯で直すんですけど、あの洗顔しながら一緒にやっちゃいます。今鼻を洗顔の動画見てたから、なんかまあ鼻を洗顔とかでもちょっと顔でもいいですね。こんな感じで洗顔料を落とすと同時にもう全部濡らしちゃいます。はい、こんな感じです。で、そのまま乾かします。センターの追試で出たフロス、マウスピース矯正してますんで、フロスは欠かせません。いや、フロスめっちゃ重要ですよ。え、マウスピースをはめ、こんな感じが私のモーニングルーティーンですね。で、朝ごはん食べない時ですね、朝授業あったりとか仕事あったりする場合は食べないでそのまま行っちゃいます。なんで15分から20分ぐらいで起きてすぐ家出るって感じですね。で、私が使っていたアプリは Relook っていうね、アプリケーションになります。まあ睡眠専門医、精神科医によるコンテンツ監修、お医者さんの監修も入ってるという感じになりますし、音声作成する人たちもね、まあ DJ の方だったりとか、まあ有名人の方々と一緒に音声作成してるっていう感じになりますね。そして300種類を超える瞑想音声コンテンツ、すごいいっぱいありましたね。音、あと喋ってるやつ、そして環境音とかたくさんありました。睡眠、ストレス、集中、ダイエットなど様々な場面に分かれてますね。で、iOS 版では自分のプログラムとかっていうのも作ることができますね。概要欄に貼ってありますので、ぜひ試してみてください。はい、どうだったでしょうか。私のナイトルーティン、モーニングルーティン。やってください、やってくださいってありましたけど、単なる自分にとっては生活なので、楽しいことあんのかなって思いましたけど、はい、こういった形になります。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.